スバルはね、最近ね、なんでね、英語をね、ちょっとね、話し始めたかっていうとね、なんかスーパーチャットでね、スバルさんの声はすごく好きなんですけど、何喋ってるかマジわからなくて、みたいな。それで応援したいんですけど、なんとも言えなくてごめんなさいっていうのを聞いて、なんか、スバルもごめんねってなってさ、スバルこそごめんねってなって、ちょっとでもね、こうね、いろんな人にね、ちょっとでも楽しんでもらえたらいいなと思って、喋っております。まあ、基本は英語、日本語なんですけど。いや、そう、なんかね、すごいね、そのスパちゃんを見たときに、すごいなんか、スバルも切なくなっちゃって、なんでかって言ったらね、スバルもね、すごくよく分かったの、その気持ちが。スバルもね、アベンジャーズにハマってたときにね、アベンジャーズのさ、なんか女優さんとかがさ、話してるんだよ、その、アメリカのニュースとかでさ、で、もうその内容が分からないけどさ、でも応援したくてさ、でもさ、なんかやっぱりちょっとさ、疎外感じゃないけどさ、まあ、そこからね、英語を勉強し始めたんですけど、スバルも。100万人、あー、せ、うわー、次こそ決めるわ。ねえ。いやもうね、大変だ。あー、危ない。いけないいけない、みんな大丈夫だった、鼓膜。ちょっとね、深夜だからね。深夜だからあまり叫ばない縛りでね、やりたいんだけどさ、よいしょ、ちょっとね、ふとした時にね、